前節琉球にシーズンの初黒星を喫した水戸、昨年 J1 の柏をホームに迎え上位対決を迎えます。この時間は2019明治安田生命 J2 リーグの第14節、水戸ホーリーホック対柏レイソルの一戦をお送りしていきます。それでは今日の両チームのスタメンご紹介します。フォーメーションです。水戸はゴールキーパー松井、フォーバック右から岸田、伊藤、細川、七です。ダブルボランチは前と白井、そして右に茂木、左に浅野、ツートップ黒川と清水です。今日は木村が怪我で浅野が代わって入っています。柏レイソルの今日のスタメンご紹介します。ゴールキーパーは中村、ディフェンス3バック染谷、上島、古賀、ダブルボランチシャルジソンと小林、今日は右のウィングバックに小池が戻ってきました。2試合ぶり菊池大輔、ツーシャドウにクリスティアーノと江坂、そしてワントップにオルンガが入ります。後ろは3人で回していますが、上島から縦に入れます。裏へオルンガが狙っていきます。伊藤真希人がいますが前取っていく、と最後は松井が出ていました。いや、オルンガも速いですよね。一瞬の速さもありますね。ありますね、はい。彼は国籍ケニアのプレーヤーです。さらにもう一度前、自ら運んで左に振った。今度は茂木が左にいてクロスが入る、ヘディングシュート、いい攻撃じゃないですかね。最後はファーで清水慎太郎でした。スローインのボールが入ります。シュートを狙っていった、ボレーでそのまま打っていきました。小林雄介の右足、こういった位置で今日は序盤からよく受けています。そして菊池大輔、ドリブルで運んでいく、戻りもありますがそこを1枚剥がして中央へ、オルンガシュートへ、あテクニカル、トラップからターンシュートまで、まあ、プレーでしたけどね、まあ、ここで菊池がうまく剥がしながら中の動き出しは何回か少しノッキングしたと思いますけどね、速いボール止めてから左足、左から浅野、逆に奪い返した、小池から裏、そのまま持っていこうというクリスティアーノ、後ろに入ってくるがシュートへ、ああよく当てましたね、はい、まあ、ギリギリのところでよく守ってますよ、最初のオルンガに対して長いボール伊藤真希人がしっかり対応して、はい、まあ、セカンドボール拾われてランニングされましたけど、ここ細川の対応ですよね、まあ、少し入れ替わりましされましたけど、最後は右足よく伸ばしましたね、はい、逆サイドのボール、これを七がカットをしてそのまま失礼、前へドリブルを運んでいきます。そして左サイドへ流れていく、時間を作って森に入った、森シュートへ持っていく、カウンターの起点だった森が自らそのまま運んでいきました。ファーサイドにラインを作ってゾーンで守ります。ホーリーホック、クリスティアーノは中央へ、ヘディングで跳ね返したセカンドシャリソンが拾いそう、縦に送って左から瀬川雄介、右足振り抜いた、松井がいた、いや正面でしたけどね、まあ、外してからカットインからカットインしてシュート、まあ、イメージしっかり持てましたよね、まあ、彼の良さですよね。そのまま前が運んでいく、フラに出してくれというふうに城が要求していたんですが、そこにはボールは来ませんでした。逆にひっくり返して、さあ今度はカウンターからシャリソンが中央を持っていく、細川ついていますがシュートへ、キーパー松井、まあ、ここでボール奪ってシャルジソン右も左も見ながらいろんな景色見えたと思いますけど、最後はシュートまで来ましたね。まだありそう、富山が拾う、抜けた茂木、しかしクリアをします。集中切れなかった両者、ゴールは割れませんでした。
J2 で最も守備が堅い水戸、そして2番目に守備の堅い柏レイソルの一戦、スコアレスドローという結果です。